あ、やばい、やばい、日が沈んできてましたね。確かに。あれ？確かになんか。あれ？感じますね。感じましたね。夕日を感じますね。夕日を感じたぞ。やばい。このちょっと道路に自分の影が映り出すとやばいですよ、ね。やばいやばいやばい。まだ3時過ぎだというのに、あと残り2時間どうなんだろう。リアルに。いや。なかなかいいんじゃないですか。いいですよね。ワクワク。ワクワクしてます。そうですね。なんか、はい。道路がこうやって全部日陰になるとやっぱ焦りますね。焦りますね。日が傾いてる。だって目線に入ってくるもん、太陽が。そうですよね。この感じ確かに、5、6月ではない感じですね、確かに。ない。ない。いやー、やっぱり秋開催は手強いですね。手強いですね、ちょっと。あ、でも小松まで19キロだ。はい。なんか、ちょっと安心感がある。でも1時間くらいかかると思うんですよ、小松から1時間くらいは見た方が。そうですね。そうなんですよ。だから、まあまあ、最後、どっちにしろ、はい、夕日の方とか写真撮ったり動画撮りたいじゃないですか。そうですね。そしたら、その、やっぱ、帰ってからも、着いてからもちょっとね、一回準備したいじゃないですか。そうですね、まあ、ラストランする前に。浜につければいいってことですからね。ああ、まあ、ゴール認定としては。そうだ、そうだ、はい。あそこでもうやればいいんですもんね。そう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 。そうだそうだ。入ったらすぐで。とりあえずそれでゴールだけさせといて、あとはどうするか。はい、あ、取って、はい。はい、今回って、はい、被災地応援ポイントは取んなくてよくなったんですよね。なってますね。メールで来ました。はい。来ましたよね。あ、じゃあ OK です。はい、あと1箇所で OK ってこと。はいはい。でも、なんかすごい複雑な文章で、実は取んなきゃいけないみたいなのになったら嫌じゃないですか。うわ、運転免許の、免許センターの試験みたいな。複雑な言い回しで、なんか。言い回しが複雑で。夜の運転は、特に注意するみたいな。で、いつも答えバツで、いつも答えバツで、夜だけじゃなくて昼も注意するみたいな、あるそういう意地悪な、あるある言い回しでありますよね、あります、あります。ちょっとひねりすぎでしょっていうの。いや、本当ですよね。おお、うわうわ、すげえ、海だ海だ、やっと来た。だ日本海、とはいえちょっと今日の日本海は荒れ気味ですね。さすがこの風、荒れてますね、怖いですね。ちょっと怖いですね。走れますかね。どうでしょう。ああ、怖い。走れるように祈ります。はい。15分ぐらい余裕ぐらいじゃないですか。結構5時ぐらいに着くんじゃないですかね。ですよね。はい。だからまあ、調子が良ければ、その30分ぐらいは多分、そうですよね。あれがあると思うんですよ、はい、余裕が。はい、あともうここから先のその道路次第っていうかもありますけど、うん、そうですね。お祭りに入りました。お祭り、はい、お祭り、はい。あ、バイクがいる。2台ぐらい。どこですか、後ろ前に。前に、やった、はい、2台ぐらいいます。やった、そいつを抜かせばそいつらよりは早くゴールできるということですね。一つ一つ潰していきましょう。だから別にあれですか、バトルロワイヤルですよ。対人戦じゃないんで、あいつら前のやつ抜かしたからって言って俺らの順位が上がるわけじゃないんだろう。その一つが1分1秒先に行くという意味では、いや僕らだって寄らなきゃいけないところがありますからね。ああ、まあそうだ、そうですよ。彼らはどうなんだろう。あ、9キロ。あ、9キロ。OK です。はい。やべえ、太陽。あ、影が前にいる。ちょっと緊張感出ますね。出ますね。やっぱこの指定道の駅を最後に残すのっていうのは結構リスクがあるってことですね。確かに。あともう、やっぱり稼げないですからね、それは。一つ勉強になりましたね。いやある程度早めに。でも秋だけですよね、そういうの。あ、まあそうですね。はい、春は結構余裕があると思う。うん、でもなんかこっちはちょっと穏やか。あ、でもあれか、あ、なんですか、穏やかになったような気がします。あ、なんかそうだ、むちゃくちゃあれなわけじゃないと思うんで。ですよね。なんか行けそうな気がするんですけど、はい、
よし。はい、これですか。これですね。はい、わかりました。みんなあれだな、指定道の駅行くみたいですね。行くみたいですね。で、水住町、3キロぐらい先を左折。はい、はい、あー痛い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 、体きますね、もうそろそろ。いやそうでしょう、俺バイクずっと乗ってると、ちょっとお腹緩くなりました。緩くなりますね。もう手がずっと人事しましょう、はい、あの電動工具扱ったやつみたいな。 2.5 キロぐらい道なりみたいなんで、それで着く感じですね。あ、でちょっとそこでまた曲がるんですけど、はいはい、攻守交代で行きましょう。はい、はい、これは風強い。 ここに来ての風の強さはちょっと怖いですね、これ本当にあの最後浜から上がるスロープみたいな、あのトラップやばくないですか、あれ。あの、千里浜の最後、ゴールしてから の駐車場入るスロープ。はいはいはい。あれ、やばいっすよね。やばいっす。俺、あそこで演奏しましたもん。バハの時。バハの時演奏して、後ろのオフ車に乗ってる人になんか、チッて言われました。それは確かに変なところで止められたら困りますよね、あのスロープ。そうそう。俺も、こけるかと思いました。あ、仲間がいた。やばい。いた。あ、ここにも給油してる。あ、焦ってるぜ。いいですか。大丈夫です。あ、はい。はい。4メモリあるんで。あ、さっきのハイブソじゃない。お、ハイブソだ。さっきのハイブソだ。やべ、焦ってる組ですよ。みんな焦ってますよ、これ。焦ってる組。焦ってる組。ハヤブサもやっぱさすがに指定道の駅はいけなかったか。そっか。ぐるっと回ってもなんか変な、車駐車場で飛び出すか。いいと思います。はい。スマホポチポチして。で、休みもしないでまたどっか行って。23538。よっしゃ、来た。これで条件って出るかな。あれ、なんかなんとか条件クリアとかって出なかったっけかな。被災地応援ポイントへ1箇所以上立ち寄りという項目を削除し、うん、必須ではなく2。 OK です。じゃあ OK ですね。もう大丈夫ですね、はい、じゃあ行きましょう。ゴールに向けて、ちょっと待った、今のは確実に取れてないとまずいから、利益を見とこう。今のは確実に取れてないとまずいよ。はい、OK。19ですね、合計。19、OK。よし、はい、行こう。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、俺、バハ乗ってた時はものすごいあれでしたけど、ちょっと待って、はい、これ右行けってなってますよ。これ大丈夫？来た道とは違う。違いますね。俺も来た時はそうなってました。初めて来た時ですか。はい、俺もここ最後だったんですけど、はいはいはい、右行けってなってますよ、うん、右行きましょうか。じゃあ信じて右行きましょうか。行きましょうか。ゴール時間何時になってます。ちょうど59分後の4時58分かな。やべ、混んでたらアウトですね。ちょっとヒヤヒヤしますね。ヒヤヒヤしますね。俺はしびれるな。余裕25分か、1時間の移動に。はい、まあ、まあ、まあ、行きますよ。そうですね。よほど、カンナミぐらい混んでなければ、だけど、時間的にはいい時間なんですよね。まあ、いいでしょう。でも、俺、初めて出た時もこんなもんだったかな。かなりいっぱいいっぱいだったよ、気がしますよ。いやー、聞こえ。でも、そう考えると、彼らは結構余裕です。余裕ですね。はい、分かってないですよ。ことの重大さを。ことの重大さを。これ複数回出てれば、やっぱこの最後のゴール付近のごたつきとか、その前のこうちょっと混雑具合とか絶対分かってるはずだから。そうですね。このぐらいの時間だと急げ急げになりますよね。あの全体のナビ時間のプラ2時間とか3時間ぐらい見とかないとっていうのは、やっぱそうなっちゃいますよね。大体いつもそうなんだよな。で、Google ナビって基本的に速くなることはないですからね。そう。ちょうどですね。これより。昔の車のナビの感覚でいると間違いなく遅れますよね。はい、昔の車のナビって稼げるじゃないですか。そうですね、結構普通に走ってても、うん。マイナスになっていくっていうか、Google のはプラスすることはあっても。そうそう、伸びてきますからね。はい。だから休憩なんかしたらもう全然伸びちゃいますから。うん、そう。こういうもう、信号さえもなんか、ドキドキしちゃうな。本当になんか考えようによっちゃさっきの道取った方がいいんじゃないか、これ。確かにね。だって12キロ進むんですよ、これで。へえ、結構ですね。結構ですよ。
このストップ&ゴーで。いやー、しびれる戦いになってきたな。まあでも心の余裕は25分あるんで。はい、あともう呼んなくていいですからね、どこも。そうゴール条件は満たしているから、はい、あとは到着さえすればその場でチェチェチェっとゴールに認定されれば、はい、いやでもすごくないですか、はい、600キロ走ってきてこのギリギリ瀬戸際感って結構まあそうですね、マラソンで42キロ走ってきて1秒差で負けるみたいなまあでも複数回出てるがゆえのこの感覚っていうのはもしかしたらあるかもしれないですね。お互いやっぱその辺の感覚で途中急げになったからまあ簡単に言うと油断なんです。そう出たからこその油断とあれちょっとおかしいぞって、この影が前にめちゃくちゃ伸びてるこの感じ見える、本当にまずいな、やばいやばい。しかも車もなんかちょっと多いし、多いですね。こういう時こそ落ち着いていきましょう。そうです、そうです、その通り、はい、安全運転で、その通り。焦ったってしょうがないんだよ、別にゴールしたからどうだっていうわけでもないし。そうです。ただ僕は旅館のご飯が食べれればお腹すいた大丈夫かな、こういうタイミングでクラッチワイヤーとか切れたりしないかなと思って、俺はあの車検の時に変えてくれって言ったんですよ。ああ素晴らしい。そう、俺左に1回こけてるんで、転倒歴あるんで、はい、だからクラッチワイヤー怖かったから。確かにそう、ワイヤーが切れなくてもなんかあの丸っこい太鼓みたいのが壊れてもアウトですからね。はい、ってなったら怖いですか。確かに、ね、そこから2足でずっと行くっていうのも地獄ですからね。いや、まあ速度的には出るけど、あ、まあ、そうですよ。最終的な疲れが半端ないですね。やばいですよね。やばい。もうそう、でもなんかそろそろ多分あれですよ、はい、乗っちゃう、渋滞がなくなりそう。ああよかった。はい、はい、さっき赤いのがちょっと出てたんですけど、はい、それがなくなったんで今、わ、え、何こんなのもう出てんの、何しに行くの、あれゴールできなかった人をバーンってやってくるんじゃないですか。最後あ、最後能登里山街道を乗るんじゃないですか。え、俺の乗んないぞ。え、どうやってゴールするの。え、じゃあ乗った方がいいですよね、これ絶対。絶対乗った方がいいんじゃないですか。ええ、ごめん、え、ちょっとやめましょう。え、やめる？え？あ、じゃあ、はい。え？え、ちょっと。Google ナビですよね。Google ナビ。じゃあ別に。そっちが2分遅いになってる。元。じゃあそれはしょうがないですよ。多分そっちは混んでるんですよ。よくラリーでチェックポイント通過できなかったら、なんですか、この車より遅かったらダメっていうスイーパーじゃないですか。ああ、そうですよ。はい、本当に文字通りスイーパーなんじゃ、掃除されるんじゃないですか。今あれですよ、めぐみ白山にみんな待機して、そこから、はい、後ろからテウンテウンテウンって倒していくんですよ。風間さんやばいやつじゃないですか。やばいやつ、風間さんなんかやっぱり冒険者はぶっ飛んでる。冒険者は、はい、そのくらい命かけろってことですか。そういうことですよ。